対戦よろしくお願いします。今回のテーマは昔は強かった鋼エスパーポケモンですね。はい、まあ具体的に言うとドータ君とメタグロスの2体ですね。こいつらまあ 3,4 世代に現れてめちゃくちゃ強かったんすよ。当時は鋼タイプで悪とゴーストも半減にできてたんですよ。その後のバランス調整かなんかでその耐性が等倍になってしまったのでね、こいつら弱点4つぐらいあるんですけど、昔は炎と地面しか効かなかった上にドータ君は特性で片方を無効にできるっていうすんげえいい感じだったんすよ。昔はね、昔はね。なのでまあその辺に思いを馳せつつ頑張る回ですね。なのでどちらかは毎回選出していくんですが、今回はどっちだろうな、これな。ドータ君で行くか。いやー、ブリジュラスしんどいんでこっちから行こうかな。で、あとはオガポンとライコもなー、あれだ、セグレーブじゃない、ブリジュラスがちょっと重かったな今回の構築は。まあ時間がねえな、こっちで行くか。いやー、ダメでしょう、やばいやばいやばい。よろしくお願いします。やっぱ鋼タイプの耐性っていうのは昔はちょっとやりすぎたんですかね。うん、例えばドドゲザンとか鋼悪もさらに悪とゴーストの耐性がもう一段階つくって考えたらさ、両方とも4分の1にしてしまうやべえ耐性になるんだよな。さあ海竜ちゃんいらっしゃい。さてお前にお似合いのアイテムがあるんだが、どうぞ。お前のスカーフはなんだかんだ動きづらいだろうって遠慮せずに受け取ってくれよな。そう、優秀な体勢からトリックで押し付け流れを変えていく、それが今回のタクティクス。竜の舞なんてしようものならもう身動き取れないね。保険？うさんくさいもの加入してやがる。効かんね。さて一生ケタグリ打ち続けるわけか。ってなったらオガポン交代もありですわね。ですがここはあえてのアイアンヘッド引っ込めた。その先に出てくるやつに思い一かませたらいいんだけど。スイコーン、ほうヘッド。ちなみにコメットパンチも弱体化しちまってね、威力があれ90になってるから期待値的にはヘッドの方が強くないですか。威力90の命中90だっけか、突進みたいなもんよ。それだったら命中 100% でひるみもあるかもしれない。ヘッドの方がよっぽど強いってね。役割終了、さよなら。どうしたんや。1試合目からバッチリ仕事はしましたね。まあやっぱタイプ強えのよ。ほなほなは言わかえるんで。ネットー、あぶねえあぶねえ。さて熱湯は熱交換できないんだよね。ならばオガポンできますか。そういえチーッにしても5つ目ですかい。でもこれの草分けでいけるじゃろ。いきます、私のオガポンもついに草分けデビュー。スイ君ではもう無理だろう、捨てるんじゃないか。いきます、こんな感じで相手の道具を奪った上で起点とした上で何かしら積んでぶん殴る、シンプルなタクティクス。まあボックスで上から順に拾ってきただけなんで保管とかはいまいちなんだけどさ。ここでお相手も切ってくるかどうかよ。切ってない、じゃあ消えな。オッケー、草分けで素早さが上昇する。ちょっととゴツゴツメットが痛いかなってなってきたら怪竜出すしかねえでしょう。なぬ、ほう、くそ、こういう時には苦手な対面となるな。スタコンボの威力がこれ密かな補正が入ってて120なんだっけ。今威力は半減で殴った場合は威力 60.5 倍だから、さすがに草分けの方が威力は出る。分け続けるか。さあウーラオスはちょっと後ろのあれ的には保管が取れてねえか。ちょっと攻め急ぎすぎたかもな。グロス君頑張ってくれたのにな、座れ。
動きづらいであろうやつが残り控えとるわけですが、この草分けでどれだけ減らせるかっていうのもポイントだがね。この裏薄を考えたら炎じゃなくて別のオガポンもありかもな。さあ現状は弱点疲れるのでまあ助からんじゃろうな。これ思ったより減る。やるね。水流連で水寺さすがに消し飛ぶわ。つうか草分けで出る火力じゃねえよな。さっきの水君で積んでもよかったって一瞬考えたが、水君の熱湯の火力次第じゃ海流出てきて侵食されるパターンになるわな。さて、まあ、あの海流が侵食を覚えていないわけがないので、ここは龍舞してかけるしかねえかな。あとはこのウーラウスがこだわってるかどうかも重要でしょうよ。考えるってことはこだわってんな。これ逆に帰ってくれた方が勝ち筋になるが、やったわいややっぱ動かしづらいのはきついわな。そういうことだわな。いやーやっぱこだわりってのは一つの戦闘においてまあ一個が限界っていうのが僕の見解ですよ。ではでは消えていただきましょうかって思ったけど、お相手はテラスタルないし竜の前一回してるからって思ったけど、こっちだな。これはいるわ。まああそこで帰ったってことはスカーフだと思うので、オガポンに対して水流連打水テラスの直撃だったらもうちょい、ハチマキだったらもうちょい減るだろうって考えたら、ここで倍速にしてしまえばウラウスでも抜けないはず。あとはジェットタイルか。おっと侵食していない。ないのか知らんが消え去れ。せっかく保険加入してたのにな。剥奪されたら加入はできねえ。そう、再加入不可避よ。さらばだ。こだわりのスカーフを首に巻いてあげたんだから、おめかしして渋谷にでも行ってきな。防御は下がってしまいましたが、まあ問題はなかろう。これではもうジェットでもどうにもならん。ただ問題があるとすればクソ外しだったらこっちでいいじゃろて。うい消えろい。うい。まあ一瞬ちょっと神々だけど大丈夫今日なんか微妙に路列回ってないよな。まあまあまあ無事負けるかと思いましたが勝てたので、よしよしよし。まあ、こういう流れに持っていけるのであれば、やっぱり道具の押し付けとかって強えよな。あとついでの爆発退場、グロスなら結構な火力が出る。対戦よろしくお願いします。さっきと同じ流れでいきたいね。でもさっきと同じように言ってくれるかってと、メンツほぼ一緒なんだよな。グロスの方が良くないですか。どうたくんでいくか。尻尾の押し付けがスカーフに比べるとやっぱ拘束力としてはいまいちな感じしますね。で向こうがそうだな、僕が持ってるよりもブリジュラス出しづらいのかもしれんな。このメンツ確かに刺さってはいない。だがしかしたかし神がしんどい。いつも通りだな。でいつもは消しかけられて嫌な思いをするグライオを今度はこっちが消しかけていくぞ。でもと思ったんだけど、これがブリジュラスしんどい理由なんだよな。こっちこの子がせめてな地震とか覚えてたらな。まあ持久戦も望むところではあるが、いやーどうでしょう、そういう戦い方あんまり好きじゃねえから。じゃあなんで入れたんだよまあ降参してくれねえかなって思ったけど、まああれだな、思ったよりパーティー全体がブリジュラスしんどかったってのがある。あいつをなんか抑え込める技、そういえばギロチン没収されたんだっけか。グライオンも昔はもっと強かったポケモンなのかもしれない。よろしくお願いします。神この対面はもう最高じゃろうて。これはもう完全に対面勝ちのような気がするんだが、試しにヘッドぶちかますか。でも後続に対して交代が難しいんだよな今回の手持ち。なのでトリックでいく。シャドーボールぶちかまし、落ちねえだろ。うわ威力やば。でもそうか、神メガネあるからな最近。
そっちかもしれん。オガポン、どうぞ。まあこれで帰ったらおおよそメガネ確定になるか。草分けてみましょう。シャドウ威力でわかる。メガネだこれ。これおよそ草分けの火力ではないな。もう一丁。オッケー。そう、まさしくここが昔のグロスだった案件だよな。耐性が奪われてなかったら落ちてねえのよ。悔しい限りでござんす。うまくいったパターンとダメだったパターンの両方を味わっているな。ブリジュラス、これはしんどい。鉄壁でも積んでくんないっすかね、悠長に。剣の前、うれ。さあお相手はエレクトロ。そっちか。特攻がかり、力がみなぎって発射。まあこれは耐えませんわ。鉄壁積んでくれたらあんこで縛ってやりたい放題できたんですけどね。そっちの勝ち筋の方を追いたかったが、残念ながら今回は終わりかな。これも持久力っぽいしな。テラスタルは切らなきゃダメでしょう。竜の前、おそらく結構な技が特殊に吸われてるよな。ブリジュラスを一撃で粉砕することができればまだ可能性はあるかもしれない。さすがに望みが薄いか。流星、耐えねえ。威力がでかすぎる。くそー、あっという間に終わっちゃったな。外したつうかあれじゃん、ブリジュラスそこまで椅子振ってんだったら、まあオガポンのあれな、何をやってもダメだった。くそー、耐性さえあれば。対戦よろしくお願いします。さて、ドータ君もそろそろ出番を作って差し上げたいところなんですけど、今回がその時かもな。それでもスカーフ押し付けの方が強そうに感じるけど、でもまあムクホークさんが追い風してくる可能性も、命をかけてくる可能性もあるしな。じゃあドータ君行きますか。で、ライコ刺さり気味、あとはグロスも行くか。あえてハッピーセットで行こうぜ。鋼エスパー2体とも来るとは思うまい。そしてお相手のポケモンはなんだかんだ似たような世代のポケモン多いですからね。めったにこんな機会ないですから、こういう時にぶつけておこう。まあ幸いにしてアクワザもゴースト技もなさそうですから、当時の味わいそのまま楽しめる珍しい機会になるかも。猿がな、昔は猿もねブイブイ言わせてたんですけどね、今となっては数値不足。まあなんなら当時でも数値は足りてない気がする。技の威力が高いんですよ。フレアドライブとかインファイト、雷パンチ、炎のパンチとかになると途端に火力が物足りなくなりますからね。そういう意味では今時のやつらはステータスも技の威力もあるからな。恐ろしいぜ。メガニウム、お前は尻尾嬉しくねえな。お前はダメだろ。グロスに変えるわ。で、メガニウムに関してはこいつ粘土っぽいな。今時のメガニウムができることって言ったらそんないろいろできるんですけどね。カウンターとかもあるけどね。だけどどいつもこいつもやっぱ元の草タイプってのが災いするところはある。だいたい全てに共通して言えることがあれっすよ、トリックにはクッソ弱いはい、粘土かな。どうぞ。はい、両壁展開で嬉しいね。リフレクターの方が先に切れますね。おそらくメガニウムはめちゃくちゃ仕事なくなったと思われ、今のうちにドータ君に戻しておきましょう。が、お前にもこだわりを与えたかったね。
壁張ってからこいつでボディープレスでもする気だったか。まあ食べ残しかなんか持ってそうですから奪っておきましょう。なぬくっ、まずい。まさかメガニウム戻ってくるとかある？ダブルトリックは想定しないと思うんだが。マジか。おいおい、変なやつ生まれちまったよさあ、こっちの道具が結局入れ替わってしまっただけになっちゃったね。尻尾与えてもな。じゃあやっぱ返せよ。でも根本的な解決にはなってないぜこれ。だってメガニウムは確定で高校だもの。上取られてまた押し付けられるだけだ。他のやつでもいいぜ。結局まだ若干嫌なアイテム残ってる感じですからね。さあ鋼エスパーどっちも内職してくるとは思うまい。どう動くのかな。どっちにせよ困る感じでしょうからね。引っ込めた。そいつがスカーフ持ちになる。さあ誰だ。ガブ、スカーフガブだけどさ、銅太くん相手にスカーフのガブは微妙だろう。嬉しいけど嬉しくねえだろこれ。さあ地面技打ってみるか。ロゼル、何これ。フェアリー半減か。じゃあちょっと一丁回ってみるのも悪くはねえか。ステロも刺さって、いやーな、回ろう。激リン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 激リンリン、効かねえこっちも効かねえんだけどさ。さてリフレクターのせいだったか。そういえばあまりにも効かないからびっくりしちゃったよ。でお相手は今スカーフ巻いてんだよな。ってなったら激リンリンするしかないから、とりあえず仕事しましょうか。激リンリン、ほーらよっと、バッチシっすよ。銅太くん残しとくのもありなんだよなこれな。スピナー退場します。痛かったよ君の一撃。さてくる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 、ういえ、おお落とせたぜ。やるね。さっきのはテーラン数の火力を引いていたか。よしよしよし。さあこうなるとお相手めちゃめちゃきついだろうな。どうすんの雷光。とりあえず先行きましょうか。メガニウムで様子見、壁でも張りに来たか。今あいつは尻尾を握っていらっしゃる。これさ粘土だけど、多分だけど持ってるよな、あの小賢しい技。そう宿り木の種よっ。あんまり好き勝手やられたくないが、もう一回ガーを倒すことを考えたら雷光は頑張らなきゃいけない。さあ、あら使ってこないね。これだったら悠々と積んじゃうぜ。残りの技が気になる。攻撃技一つはあるはずだ。でも残りは多分だけど宿り木とテール、ひえひひえやけど、はい、おつおつ、もう流せないね。宿り木ないのか。ドラッテとあとなんだ。じゃああれが唯一の攻撃技っぽいけどね。さあもう一ターン積ませてもらうよ。でそろそろ壁が切れる頃合いだからね。なるほど、
ドラテがあるからこそ悠長に壁を張っていたわけか。だけど完全に災いしたな。行くぜ。まだなんか技あんのか。うれ壁貫通。なかなか硬い。イガトリチュッチュー。さすがにダメ。メガニウムは専用回作ったから俺よくわかってる。めっちゃきついだろそのポケモン使うの。そして僕自身がメガニウム使用の経験者であるがゆえに、メガニウムに対して一切の油断はない。消えろ。まあ舐めてかかると要塞化するんでな、そいつも。ただ壁技のきついところはやっぱそれで技スペ消えるところだな。あと先発で出すとその辺が非常に読みやすいってのも弱点になるでしょう。いろんなポケモンって使うべきだな。こうしてみると見えてくる世界が変わる。結果的には足取りになりましたね。宿り着があったらまだ怖かったが、よかったよかった。うん、変な読み合いが入ると自爆の道もありましたからね。対戦ありがとうございました。なんだかんだ結構疲れた。対戦よろしくお願いします。さて最終戦はこれどうすっかな。ブリジュラスが帰ってきた。そしてライコウがいるぞ。何するんだろうな。ワクワクするなこれな。今回は尻尾の方が良くないですか。うん、であとライコと、うーん、どうするか。もう一人オガポン行くか。意外と草分けは僕との相性が良くないのか、いまいち使いこなせてないな。もっといい運用がありそうなもんだが。はい、で他の鋼エスパーのポケモンについてもちょっと語っておきましょうか。まあ今作におけるポケモンだと鉄の頭でしたっけ、コバルオン、未来コバルオンとかがそうなんですけど、あやつもなんか鋼エスパー感はあんまないんだよな。上取ってからタキオンするかワイドフォース打つかみたいなところあります。つまり鋼とエスパーで強みが綺麗に分かれてるっていうのかな。それでいて上取って殴るタイプのアタッカーですから、うん、なんか鋼エスパーも変わったんだなという感じがしますね。頭みたいなのは多分4世代ぐらいじゃ許されてないポケモンだと思うし、うん、と思ったらなんかいるわ。限りなくそれに近い何かがよ。オガポン、これは出し負け感がすごいけど、どうしようもないわね。いやどうしようもなくはないんだけど、いきなり交代はちょっと嫌なんだよな。かといってトリックはできんし、ステロでいきなり切ってくんの。ほー、やる気や。そこまでされると落ちるかもしれん。さあ一致抜群どころかテラスタルも完全一致したこの一撃はさすがに重すぎる。耐えるわけないですね。耐熱じゃねえし。でも耐熱だったらいや無理やろな。銅太くんあいなく撃沈でございます。しかもあれだ、耐性の弱体化とか関係なくぶちのめされてしまった。あとは普通の対戦なのか。さあ古代活性よ。まあ逆に言うとあの対面でオガポンがテラスを切ることになるぐらいには警戒されてはいるんだな。やるね。にしてもじゃれつく痛えわ。まだ我慢しろよ。まだその時ではない。おでん、こうテラスタル読みで技を散らせてきてる。うーん、もうちょっと欲しかったけどね。あばよ。まあオガポンは倒しておく感じで、こっから先だな。こっちにもオガポンいるからさ、ハガネスパーとかのポケモンが今あんまり環境で見かけないのはオガポンの存在もまあ大きいわな。ハガネ自体がだいぶ減った気がするもん。ブリなんか竜技飛んできそうな気がしますね。飛んできたらラッキー。あれオガポンは、オガポンはもう置いて
これからの戦いについていけそうもない。いきます。竜技飛んできたらもうだいぶ勝ちに近づくけど、ボディプレイ、どっこいどっこいじゃねえか。うれ、ただこれで鋼が抜群になってしまっているよ。気をつけて、あまりにも硬い。ガッチガチの耐久ですか。ですが正気だな、ここは。陣雷、何？守って体力を増やされたか。鉄壁あるかもな、これ。まあいいでしょう。寺場で予定変更。カノンある、回復されちまったな。まあ仕方ねえか。ですがラスカノ撃ったな、お前今何の変哲もないラスカノを撃ったな。好きですね。ほらよっと、さあポニオ祭りだ。アンコール、お、いいね、守る、いいね。アンコールされるか。一生守る、打ち続けてもいいんだぜ。でもさすがに向こうそれは困るから交代するだろうな。守るで縛られたらいよいよやばいからね。剣の前、交代でしたろ。オッケー、カミツオロチいらっしゃいませ。お相手はテラスタル、まだ切ってないっけ。ちょっと待って、もう忘れた。切ってるわい、オガポンやったやろうがい。行くぜ、確認。じゃあぶちのめすわ。うれ、なに、あぶねえあぶねえ。しかも超異天使コンボー、ういういういにしてもこれちょっとマジ耐えてくるとは思わなかったな。これブリ大丈夫っすかね。いや待て、大丈夫だと思う。理由がありまして、直帰やろ。でしかも今は持久力がリセットされて、いやーどうでしょう、微妙微妙、めっちゃ微妙。でも防御に振ってないと思う。よし、殴らない、よし。さあ天罰だぜブリジュラス、思い知れ。しっかり守る。俺はここは読めなかった、リスクがでかすぎて。ここはもう諦めます。そう、そのわずかな体力差で負けるんだったら僕は納得します。ここまで読んで剣の前打つのはちょっと取れ高意識高すぎてやばい。あるいはあの心臓もう煙くじゃらレベルで毛が生えてるわ。さてさあコンボ行くぜ、ぶちのめしちゃらー、オッケー、いたしありがとうございました。あぶねー、という、まあ鋼スパー会でした。なんか鋼スパー関係ないところで熱い試合になったけどな。うん、まあたまには皆さんもギョロスとかドータクもよろしくお願いします。オーガポンが飛んできたり神やサーフ号が来るとは思うけど、そこら辺はまあ頑張って